閣議決定するな。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 1ミリ守れ。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 閣僚の皆さん、今日は私たちはお願いに来たのではありません。要求しに来ているのです。皆さんは誤った基本方針を閣議決定すべきではありません。そうだ。してはいけないのであります。そうだ。私たちは全ての被災者被害者が救われる支援対象地域として全国1ミリシーベルト以上追加被爆線量となる全ての地域指定を求めているのです。そうだ。関東で暮らすお母さんたち、子供さんたちを切り捨てる、この基本方針案は認められない。そうだ。今、福島県内、そして東日本の多くの被災者が泣いているのですよ。今日は泣いているのですよ。あなたたちが邪悪な閣議決定をするので、みんなが泣いているのですよ。国民を泣かしてどうするのですか。政府は国民を守らなければならないのですよ。国民を守る義務があるのですよ。被災者の声を聞け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 。骨抜き基本方針反対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 。こんなにね、私たちの声を聞く聞くって言いながら、ハブコメまで集めておきながら、それを本当に精査したとは思えない、こんな段階でね、もう決めてしまう、本当に何だろう、勝手にね、政治家や官僚かなんか知りませんけれど、状況も知らない人たちが決めてしまうことに仰天しています。怒りでいっぱいです。多分聞いてないじゃないですか、福島県の人の声なんて。多分聞いてないと思います。で、私たちが書いたパブコメは多分お読みになってないと思う。お読みになってたらこんな基本方針が出てくるわけないし、私たちがね、1ミリシーベルトを守ってね、安全で暮らせる権利を、避難した人も留まった人もみんなに平等にっていうことを何と言ってもやっぱり分かってもらえないっていうのは、福島県民の声なんか全く聞いてないし、私たちが書いた本当泣きながら書いたコメントなんて誰も読んでないんだなと思って、ここに来てとっても悔しくてしょうがないです。みんなね、支援法の基本理念ができたとき、一縷の光だったってみんな思ってた。ようやくね、救われるんだって思ってた。ね、だけどなんか、理念と基本方針が全く違うって、どういうことよって思います。ね、理念通りの方針を決めて、実施していくのが当たり前でしょ。それが当たり前だし、国民を守るのは本当に政府の役目だと思うし。それなのに、私たちの声も聞かない。痛みもわからない人たちが決めていくっていうのはあまりにも血が通っていない話だと思うし、ここまで私たち被害者をね、無視して軽視していく政府には本当に不信感しかないし、悔しさでいっぱいです。だから原発事故もですね、本当に大変な思いが続いてきたんだけれども、この原発事故、子ども被災者支援法というのは、議員立法でね、全員一致で決まったというところが素晴らしいなと思っていて、その中 の, 法律 の, その意味といいますかね、その骨子というのは、とても被害者に寄り添ったいいものだというふうに思ってたんですね。そしてそれが一日も早く具体的に施行されるということを望んでいました。1年間予算もつかずに金ざらしにされていて、でその早くしてほしいという思いもちろんありましたけれども、なんかさっと最後の方ね、こんな1年も待たせていたんだったら、きちんとパブコメの話内容も聞いてね、で被害者のからの意見を聞く、そういう会も開いて、そして決めていってほしいと思っていたんですけれども、そこを飛ばしてね、そして被害者の方から一日も早くって声があるのでっていう、そういう決め方っていうのは非常になんかおかしいなというふうに思います。で蓋を開けてみたら、基本法の中身というのが目新しいこともなくて、本当にこれで
被害者が救われるだろうかっていう疑問があるし、適用範囲が非常に限定されてきて、またね、ここで私たちはバラバラにされるのかっていう思いがあります。